里崎チャンネル。こんにちは。さあ今日はあるある話。はい、はい、あるあるですね。はい、里崎定番のあるある、うん、もう何回目の企画かっていう、あるんですよ。まあいっぱいあるんですね、まあ、今日はですね、はい、皆さんも絶対聞いたことある、うん、あるある話、はい、高知談話編っていうやつです。おー、浜田さんも多分ベンチリポートされてる時に聞いたことあると思うんですけど、はい、その高知がイニングとかによって自チームのピッチャー、はい、相手チームのピッチャーのこと、はい、打線のこと、うん、バッティングコーチ、ピッチングコーチが状況入れてくるんです。入れてきます。で、あのなんとかコーチから、この、相手ピッチャーに対して、はい、こうでこうこうですよねみたいな、うん。うん、必ず入れます。あるでしょ。はい。それのダメあるあるです。ダメとかあるんですか、あのコメントに。あります。まあまあでも結構まあやってる感覚としては基本的に結構同じような内容が多いっていうのは思うっちゃ思いますけど。うん、でも確かにそんな言うことないだろうなとも思うので、うん、まあ、こんなこと言ってるやつはダメだよっていう話です。はい、簡単に。わかりました。はい、じゃあまず一つ目、はい、バッティングコーチ編、はい、ダメある、はい、打撃コーチですね、はい、相手のピッチャーが好投してる時の談話です、はい、相手ピッチャーの丸々くんも、いい球投げてて、なかなか打ち崩せないけども、はい、各打者がしっかり球種を絞って打っていってもらいたい。おお、聞く聞く聞くでしょ。はい、やばいですよね。まあそうですか、まあ、でもこれしょっちゅう聞く、しょっちゅう聞くでしょ。しょっちゅうこの内容入れてましたよ。はい、はい、こんなこと言うやつはダメですよ。はい、なんでかっていうと、うん、各打者が球種を絞って打ってもらいたい、はい、人任せかっていう、お前が指示すればいいだけちゃうんかっていう、はい、なんで各打者が各々でやるから的が絞れないんですよっていう。確かにそうですね。見てたら、うん、だって解説でも見てたら、うん、あ、カウント球こういうの多いのとか、はい、あ、結構アウトコース多いなとか、うん、あ、結構インコース投げてきてるなっていうのは分かるわけでしょ、うんうん、そしたらもっと明確に自分が指示して的を絞らせた方がいいんじゃん、うん、はい、それだけ、まあ、それだとコーチいらないんですよ。そうですね。これどうなんですかね、本当に指示を出してるけどもう談話はこのレベルでいいんやって言って出してる可能性とかも。いや、それだったら、はい、あのいろんな球投げてくるんで、まあ、このまま普通に打ってもあのなかなか打ち崩せないんで、まあ、球種を絞って、まあ、打っていく必要がありますね、うん、でよくないですか。あ、何が違うんですか。各打者が球種を絞って打っていってもらいたい。各自にお任せっていう談話ですね。そう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 。あ、確かに。あ、だったら指示してないですね。各自絞ってって言ってるから指示してないってことか。だからチームとしてのチームオーダーがないんですよ、はい、うんうんうん。だからもしベンチ前で、はい、なっても、うん、もうこのままいったら打てないからもっと各自がしっかり球種絞って、うん、はい、しっかり打っていけよって言ってるんですよ。あ、確かにそうですね。え、人任せかっていう、じゃあもういらないんですよっていう、はい、あ、確かに。これってあのもう毎日同じコーチが出してるんですかね。うん、まあ、そりゃそうですよね、はい、だってバッティングコーチって大体ベンチに入ってる人一人じゃないですか。一人ですもんね。なんかたまに詳しく書いてる時もあるんですよ。だからあの言いたいことがあったんですか。うん、そういう時か。あとは、はい、あの候補が勝手に書いてる時もあるんですよね。ああ、言わなくてこんな感じでいいですかみたいな。あ、そう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 、うん、とかもあるんで OK みたいな感じになるんですけど、まあ、それにしてもその候補もダメだよね、はい、こんなこと言っちゃう。確かにこういう談話を出しちゃいけないと、うん、ダメダメ、それ人任せだ、はい、もう人任せコメントダメです、うん、はい、はい、続いて投手コーチ、うん、ちょっとフラフラしてる感じで、うん、そんな良くもないし、バタバタしてるフォアボールも多いし、はい、っていうところのコメントです、はい、もっとなんとかには強気で攻めるピッチングしてほしいね、うん、お、聞く聞く聞くし、はい、ありますあります、よく。もう最悪ですね。はい、あ、最悪ですか。だって強気ってなんですか。いや、まあ強気でいけよと、もう頑張れってことじゃないですか。だからその強気でいけってなんですか。そう、強気ってなんですか、そもそも。熱いところ分かるんですか。熱い心が出てるか出てないか分かるんですか。どうなんでしょうね、もう雰囲気。もう僕はもう嫌いなんですよ、このコメントが、はい、まあ、仮にね、うん、もう僕は本当にもうお前何言ってんだって思うんですけど、はい、100歩譲って解釈して考えると、はい、インコース行けっていうことなのかな。あ、だったらね、うん、まずインコースストレート行ってホームラン打たれても文句言わないでよって話、うんうんうん、でもし僕だったら、はい、
狙いすぎててボールも多いしボール先行になってるし、あのカウントも悪くなって、はい、リズムもタイミングも悪くなってるから、うん、いやもっとストライクゾーンでもう打たれてもいいからストライクゾーンでもっと勝負してほしいですよねっていう。あーなるほど、具体的に、うん、ボールが多いからど真ん中でもいいからどんどんストライクを投げて強気なピッチングしてほしい。だったらまだ分かるんですよ、はい、うん、慎重になりすぎてるからっていう、はい、強気なピッチング、強気って何ってどこを指してるんですかねみたいな、いきなり、はい、お前強気でピッチングするよって言われても、はい、よかったくない。でもそういう人って、うん、ピッチャーにもそうやって言うの。あ、そうなんですか。もっと強気でいけ、仮に強気で言うんだったらその前につけなきゃ、うん、それは何だろう、もっとインコースに投げてないから、はい、もっとインコースにどんどん投げて強気のピッチングしてほしいなのか、はい、もしくはもっとどんどんストライク投げてないからストライクゾーンを投げて強気で勝負してほしいなのか、うん、前に具体的なことをつけなきゃいけないですね、うん、まあ、つけるコメントもちろん聞きますけど、たまにこういうもうボヤンとしたのありますね、うん、だからダメですよね、うん、もし候補がしてたとしたら候補がダメですよね。はい、はい、分かりました、はい、で続いて、はい、打者コーチ、はい、低めの変化球を振らされてるからそこはやっぱりもっと慎重に見逃していかなきゃいけないね、うん、もしくは、はい、ストレートに力負けしないようにいかないといけないですね。これです。よくリポート入れた気がしますね。入れたでしょコメント、はい、これも答えによっちゃ最悪な結果を招くんですよ。はい、答えによっちゃ、うん、これね、このコメントだけだったらよしあしは正直ちょっと分かんないですよ、はい、でもその内容が選手にどう伝わるかによってこいつはバカだかなっていうのが分かるんですよ、はい、なぜかっていうと、うん、千賀みたいに低めの方を振らないようにと、うん、低めの変化球はしっかり見逃すように目線高くしていこう、はい、だった場合、うん、ストレート、うん、最悪見逃しても怒らないでよっていう、はい、目線高くしてとか、うんうん、あのだから高くしていったら、はい、ストレートの高めのボール球振ったりとか、はい、で目線高くしてるからやっぱそこを振るわけよね、はい、見てるから、うん、はい、それを高めのボール球振るなって言われたら、いや低めも高めも振ったらあかんってきついぜってなると。そうですね、高め狙いでいくって言ってね、うん、高めのボール球でも振りたくなっちゃいますもんね、うん、あと低めの変化球も捨てろってなった時に、はい、ストレートを意識してるから変化球振るわけよね、はい、だから変化球を振らないためには変化球意識しておかなきゃいけないじゃん、はい、だった時にストレート見逃しするのも許してくれるんでしょうねっていう。ストレートを見逃すな、うん、低めの変化球振るな、はい、コードだぜっていう。確かに、確かそうですね、うん、指示難しいですねこれ。であと、うん、ストレートに力負けするなって時に、はい、うん、じゃあ低めの変化球振っても怒らないでよっていう。確かに、はい、そうですね、うん、だこれで、うん、ストレート力負けするな、もっとしっかり引っ張れって言って変化球空振りして、うん、ボール球振るなって言ったら最後よ。はいはい、それができてたらもう打ててますって、はい、うんうん、そうですね。だから2頭は追えないから、どっちがケアするんだったらどっちができなくても許してよっていうのがないとそれ従えないの指示に、はい、そしたら触れなくなるの最後は何も、確かにこっちもダメこっちもダメになっちゃった、もしくはこうこうやって当てに行く感じになる、うん、はい、ヒットが出ない。指示によってはだから選手が硬くなっちゃいますね。そうそうそう、うん、目線高くして、はい、だからあの金森さん今楽天のコーチか、はい、の時はあの高めのボールでもいいから振って OK っていう、うん、その代わり低め振るなって、はい、分かりやすいよね。だから高めのボール球振っても怒られない、うん、高めはいいよって、うん、だからやっぱどっちがダメだったらどっちか OK にしないと、はい、許容幅、うん、高めも振るな低めも振るなって言ったらそりゃ無理だぜ。そうですね。でもこういっぱい言う人ってもう自分の保険かけてるように聞こえちゃいますね。そう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 、うん、まあ、そんなことできたら困ってねえよって、うん、そうですね。確かにこれ良くないですね、うんうん、だからその、 あのこういうのもダメなんですよ、はい、その裏に隠されてる、うん、これは、まあ、中でしか分かんないんで、はい、これコメントだけだったらそうやって言ってたらこのコメントは OK なんですよ、うん、でもその裏でそういうことが行われたら、はい、もうアウト。まあでもこういうコメントが入った時にそれを解釈するのがもう佐藤さんの解説ですね。そうですね、こういうことなんじゃないですかっていう。でもよ、だからよく何が言いたいのかよく分かんないですねって言います。言うんですか。うん、だって分かんないの。あ、そうですね、確かに。もう勝手な解釈しかできないですもんね、うん、うん、だからまあ言ってることはちょっと分かんないですけどって言います。言ってることはちょっと分かんないですけども、はい、まあ、僕はこうした方がいいと思いますっていう自分の言葉です。あ、なるほど、うん、だって分かんないですもん、うん、まあそうですね、何をしろって具体例がないんで、うん、まあ、だからでも、もし本当に分かんないこうコメントだったら
出す意味ないですもんね、うん、だから候補の人がもし出したら、はい、もっとやんないとコーチの人がかわいバカにされるだけだよっていう、そんな適当なコメント出したら、そうですね、コーチの人も適当なこと出したら、うん、そうやって思われちゃいますよっていうね、思ってる人がいるわけですもんね、こうやって、うん、俺だけかもかんないけどねでも今日言ったからね、そうですね、これからみんな注意して聞くようになるかもしれないですよそう、今日言っちゃったから、あ、これはバカコメントだなんかそういうのもね、はい、何気にすごい気になるんですよ僕は、うん、なんか曖昧な指示が多いんで、はい、だこのコメントっていうか僕は指示でそうやって思ってたから、うん、でそれが同じコメント出ちゃうと、え、何が言いたいんだろうなって思っちゃって、うん、だから解説者としては僕もそういうの言わないようにしていかないといけないですよ、はい、曖昧なこと、あ、そうですね、もっと明確に解説者としても、うん、ぜひ言わなきゃいけないですね、うん、まあ、じゃあ注意して皆さんまたコメント聞いてみてくださいと、そうですね、そしたらね、あ、コメント欄に、はい、私が思うダメダメ、うん、コメント、はい、みんなそこまで考えてるかな、いやいや、あるかも分かんない、コメント欄楽しみましょうよみんなで、そうですね、憩いの場だから、なんか思いついたら書いてください、はい、お願いします、はい。